こんにちは、デリッシュキッチンです。トロトロ卵焼きを作ります。卵を4個用意し、2個は卵黄と卵白に分けます。ボウルに残りの卵を入れ、卵白を加え、砂糖大さじ1/2、塩小さじ1/3、醤油小さじ1/2、和風顆粒だし小さじ1/3、水大さじ1を入れ、白身を切るようによく混ぜます。サラダ油を少々、キッチンペーパーで卵焼き器に薄く伸ばし、中火で熱して1/4の量の卵液を入れ、大きく混ぜながら半熟状になるまで加熱します。ピザ用チーズ 30g を中央よりやや下にのせ、卵黄をのせ、卵黄が潰れないように奥側から折りたたみ奥に寄せます。残りの卵液を3回に分けて流し入れ、同様に焼いて完成です。黄身のコクがしっかり感じられる贅沢な卵焼き、出来たてをお召し上がりください。